さ、この間、家康さんがまるで死んだかのようなラストやったやん。でも歴史からすると絶対死んでないやん。ということは何？前、桐生さんが言ってたけど、家康さんが死ぬっていうような新しいドラマの書き方をしはんの？最終回やんも。さすがにそれはないと思うんだけど、小沢さんってね、割とトリッキーなストーリー運び展開っていうのがすごく得意な脚本家さんなんですよ。コンフィデンスマンなんかでもそうなんだけど。だから、見てるものをこう、ミスリードして、こっちかなと思ってたら、え？そうだったの？って最後にどんでん返しするみたいなのが得意な脚本家さんなんですよ。レジェンド&バタフライなんかでもそうなんですけど、信長が実は生きてたみたいなのでずーっと話が来て、最終的に生きてるってできないから死んじゃったっていう風にしたんだけど、途中まで、この脚本でいくと信長生きてることになるのかなって思って、実はみたいな感じの、そういうのが好きで得意な人なんだけど、ただやっぱ歴史だと、さっきもね、空さんが言ったみたいに、家康さんがこの後ずーっとね、江戸幕府開くまで生きてるのをみんな知ってるので、なのでここで死にましたみたいな演出をしたところで、いやいや死なないよねっていうのがこう分かっちゃってるもんだから、なかなかそういうどんでん返しがうまくできないっていうね、ちょっとそういう残念さはあるんだけど、ただね、昔、徳川家康双子説とか、徳川家康身代わり説っていうのを唱えていた、結構有名な説があって、それでこう書かれた小説とか漫画なんかもあったりするんですけど、それを知ってる人からすると、ひょっとしたらその説を取るのかなっていうのは、ちょっと一瞬頭をよぎるわけなんですよ。本当はね、もうちょっと早く桶狭間あたりで死んじゃって、で身代わりになったんじゃないかみたいな、そういう話なんだけど、そうすると、この後家康さんが最愛のセナちゃんを殺さなければならなくなったりとか、息子を信長さんに言われたからといっても殺さなきゃならなくなったっていうのが、人物が入れ替わったなら全然何の思い入れもなく殺せるよねみたいな、そういう風な話があるんですよ。だから小沢さん、そういうトリッキーなのが好きな小沢さんだから、今回そのいわゆる入れ替わり説みたいなのを匂わせて、ちょっとこうミスリードしようっていう気なのかなっていうのも思わなくはないんだけど、でもその前に家康さんがセナちゃんのところに行って、うさぎのね、木彫りのね、人形を渡して、これはわしの弱い心じゃ、ここに置いていくって言って出て行った。つまり自分はこれから非情になる、優しくて器用な殿じゃなくて戦国武将らしい非情な冷たい怖い男になるんだっていう決意とともに去っていて、変わるんですよっていう伏線みたいな形であったから、今後変わるっていうのを見せてる伏線のためのあのシーンがあるから、おそらく死んだはないだろうと。いわゆる一般的に家康身代わり説とか双子説を取ることはないだろうっていうことで、おそらくは、まあ以前から言っているように、夏目広次あたりが身代わりになって、まあ亡くなるということになるのかなとは思うんですが、ただ実際この三方ヶ原の戦のすぐ後に、家康が討ち死にしたっていう噂が浜松城だったり岡崎城だったり、いろんなところに流れたっていうのは本当なんですよ。なのでみんなが家康が死んだって思っちゃって、いろいろちょっとごたごたがあるっていうのはあるので、死んだかもって思わせるのは、まあそういう噂が当時としては事実として流れたっていうのも表したいっていうのはあるとは思うんだけど、まあ多分95%ぐらい死んではいないと思うけどね。5%は死んでるかもしれない。小沢さんのことだから、なんかちょっとしたトリッキーな話にする可能性もゼロだではないと思うんだけど、まあ多分生きてるとは思います。妄想が浮かんだんですけど、さっきの双子説っていうのにすごいびっくりしてんけど、まさかそんなところまで読んであんな演出してはったなんて感動してんけど、そのまま家康が死んで、実は双子の兄か弟がいて、身代わりにもうバレないように入れ替わんねんけど、セナちゃんがウサギを見せたら何の反応もしなかったから、あ、この人は友じゃないってセナちゃんだけが気づくっていう話それで口封じに殺される。面白いかも。 それは面白いかも。わしが入れ替わったことを知られた以上は生かしておけんって言ってセナちゃんが殺される。それ 小沢さんどうでしょう、この説。 もう遅いっちゅうで、もうだいぶ赤裸ぐらいまで撮影済んでるっちゅうね。 小沢さんだからそういうトリッキーな説もなくはなかろうと思わせるものはあるんだけどね。まあまあないとは思うけどね。
でも今回演出的にはすごく面白いなと思ったのが、かつての桶狭間の戦いと今回の三方ヶ原が非常に対比されていて、これが俺らの桶狭間だって言ったっていうのは乾坤一擲の勝負をかけるっていうつもりだと思ってたら、本当に桶狭間のあの時大高城を餌にして今川義元をおびき出して撃ったっていう、ドラマの中の信長さんのその作戦そのままやるっていうね、そういうのの対比もあるし、でそして今川義元の首とそれから徳川家康わからんけどねの首っていう、ああいう見せ方の対比もあるし、さらに言うと殿がどうしよう、信玄がこっち来ると思ったのに方向転換してどうしようっていう時に、桶狭間の時にみんなが殿どうしますどうしますって言った時にはわーって何もできなかった、みんながそれからわしは考えがまとまらんみたいな感じでもう全然ダメダメだった殿が、今回は我々にも利点はあるって言って背後から襲うっていう策を考え出して、みんながその殿と一緒に一丸となって、結構かっこいいシーンでしたよね。武田軍を追っていくっていう、あそこの盛り上がりっていうのが、桶狭間のダメダメとのどうするのダメダメとのがあったからの三方ヶ原のかっこいいとのっていうね、こういうこう演出上の面白さっていうのは非常にあったなと思いますね。でも何よりも今回の私のもうなんか全てぶっ飛びエピソードは、あの信長さんよ。このさ、緊迫した信長さんだって忙しいの、戦いの最中だからね。その戦いの最中に呼んだら呼ばれたらやってくる信長さんも信長さんだし、この緊急事態にさ、城を浜松城抜け出してさ、なんか二人で会っているランデブーしているさ、二人もどうかと思うよ、なんなのこれはと思ったんだけど、信長さんのさ告白、わしらは一心同体じゃ、もうはぁ信長さんついに告っちゃったっていう、あのシーンを見たので、もう全てがどうでもよくなりました。これがやりたかったのか、もうだったらしょうがない。全てのなんかこう整合性とかそんなのはぶっ飛びましたね。一心同体って何？信長さんどこまで家康さんが好きなのってなっちゃった。結構ね、40分のドラマの中ですごい重要なわけではなさそうなんだけど、時間取ってたよね。そう、もう脚本的にも演出的にも重要なのじゃみたいな感じになっておりましたので、しかもさ、わしは必ず駆けつけるって、駆けつけなかったくせにとかいろいろ思いながら、二人のもう信長さんの告白にキャーってなっておりました。毎話なんかそういうのがこれからいっぱい出てくるはず。なんかもうラットちゃんじゃないけどさ、もう毎回それは入れざるを得ない、入れるルールなんでしょうかっていうぐらい入ってきますよ。無理やり高狩りしますから。そうもう高狩りっていうと変な方向に想像が行くようになってしまったよ。なんかもう普通に高狩り想像できなくなってしまった。信長さんの服かっこよかったね。かっこよかった。革ね、レザーっぽくてね、なんかちょっとそれも LGBT っぽい、ゲイっぽいなとか思いながら見てたんだけど、大忙しなのに新調したのかしらと思いながら。まあ信長さんはおしゃれさんだからね、新調したのかもしれないですけどね。本田忠勝最強説が覆されてショックなんですけど、でも一応本人はほら、これは返り血じゃって、ご覧のように傷など負ってはおらんって言ったから、本田忠勝生涯無傷説は自称っていうことが今回分かったわけですよね。でも一応さ、あの後顔に傷とかは残っていなかったから、かすり傷だったんでしょう。ヘロヘロにはなっていたけど、あれは多分すごい武田軍と戦って傷は負ってないけど疲れちゃったっていう、そういう演出だったのだと思います。まあでもその後さ、ちゃんと武田軍は強いから、いわゆる戦っても勝てない、策がないと勝てないってね、お、本田忠勝もただのイノシシ武者じゃなくてちゃんと成長してるっていうね、そういうシーンにもなっていたかなと思いますね。全然また話変わるけど、武田軍の旗のムカデのデザインあるじゃない？あれってあのデザインだったの昔から。よく使われるのは赤じゃなくて白地に黒のムカデ。で、あのムカデのデザインだ。ああいう感じだね。あのデザインかっこいいよね。何気にね、今回ね、結構ね、やっぱり美術さんがスタイリッシュでかっこいいんですよ。戦のシーンとかでも CG っていうのわかるんだけど、なんかこう並び方とかも、あの割とかっこよく出してるなっていうのは思いましたね。背景との合成のうまくいってない感のところもあったけどね。兜のここのあれもあんな形なの？なんか顔みたいなついてるやん。あれはね、今なんかちょっとどこだったかな、諏訪神社だった、諏訪大社だったか、どっかでね、あの実際に武田信玄が被ったあの同じようなね兜が公開されてて見ることできるらしいんですけど、あのああいう感じの兜を被ったことがあるっていうのは事実なんですよね。でここにあの諏訪大社のね、このあれはなんか本当そうだったらしいですよ、文献にも書いてあるから。ここになんかこう鬼みたいな、公認みたいな可愛いのがついてて、あれは獅子だと思うけどね。獅子かまあ架空の竜みたいなものかだとは思うけどね。あの時のデザイナーやるなと思いながら、あれは
方の実物を多分モデルにしてるとは思いますけどね。かっこいいと思いながら、うん、あでもそういえばさ、今回戦のシーンなんでいろんなうちは何軍ですよみたいなのが分かる旗印が出てきたんですけど、信玄さんの風林火山ね、すごく有名な黒地に白でね、字が抜き出されすごい有名な旗なんですけど、あれってどういう意味かご存知でしょうか。風のように速く、林のように静か。火は何？燃えんの？激しいのかな？山はドーンとしとくっていうことで、いろんな場面で対応できます。いろんなことが起こっても、それに対応できて、臨機応変にできるすごい人たちです。さすが、なかなかすごいですね。あれっていうのは、孫子の兵法。中国のね、昔の兵法書で、孫子の兵法っていうのがあるんですけど、そこに書かれている言葉なんですよね。信玄さんって孫子がすごく大好きなんで、今回も最後にね、孫子の言葉をね、言ってたりしましたけど、孫子の兵法書に書かれている言葉で、早きこと、風のごとく。静かなること、林のごとく。侵略すること、火のごとく。動かざること、山のごとしって言って、これは戦の心得なんですよ、兵法書だから。戦をするときに、いざ動くときは、風とか火のように素早く動かなければならないし、動くべきではないっていうときは、もう林とか山みたいにどっしり動くなっていう、そういうふうな意味なんですけど、どういうふうに戦をするかっていうことを書いた。旗印なわけなんですけども、この旗印って結構面白くて、割と戦国武将のスローガン的なことが書かれていることが多くて、家康さんのほら旗印なんかは恩利江戸権具浄土って言って、この汚れた世の中をきれいにするんだっていうスローガンでうちは戦ってますよみたいになってるんですけど、信玄さんの方は俺の戦いは風林火山だぜ、向かってくるやつは気をつけなみたいな旗印なわけですよね。他にもね、石田三成なんかは第一大満大吉って言って、一人が万人のために、万人が一人のために尽くせば天下の人々は幸福基地になれるっていうようなね、なんかこうラグビーのワンフォーオールオールフォーワンみたいなね、なんかこう中国語だと連連ウェイボーウェイ連連っていうね、なんかこう一人はみんなのために、みんなは一人のためにみたいなね、私はそういう理想で戦っておりますみたいな旗印を使ってるんですよね。信長さんのね、織田軍の旗印っていうのも今回出てきてたんですけど、あれがね、永楽通宝って言って、明の貨幣、明の第三代皇帝の永楽帝っていう人が作らせたお金貨幣なんですよね、硬貨なんですよね。戦国時代にはかなり流通していた硬貨で、ただね、信長がどうして旗印にお金の永楽通宝っていうのを使ったのかはわからないんですよね。何なんだろうね、金じゃ、世の中金が全てじゃって言いたかったのか、あるいはなんかこう金の力で私は世の中を変えてみせますっていうね、天下を金で変えてみせるっていう意味なのか、どうなんだろう。なんかかっこよくない？信長さんの旗って今で言ったら100円玉とか500円玉を。そうだね、そうだね。でもお金をさ、旗印にしたの、真田もね、六門線って言ってね、いわゆる三途の川を渡るときに六門って言うんで、その六門線だけあれはいつ死んでもいいぜみたいな旗印だったりとかね、おちらはいつ死ぬ覚悟もできてますよみたいな旗印なんだけど、信長さんのはね、それでもなくって、なんか今使ってる100円玉とか500円玉がポンってあるって感じなんで、どうなんでしょう、貨幣が国を変えるって感じなのかな。なんでだ、六文じゃ足りないぜただね、後に秀吉が神高制って言って、通貨によってで、お金によって税金とか報酬を全部お金でやろうっていう改革っていうのをやってて、まあそれ結局できなくて、家康さんの時もできなくて、石高制っていうね、こうお米の取れ高でそういう報酬とか税金っていうのがこう決まっていくって、米で決まっていくってなっちゃうんだけど、ただ秀吉が神高制っていうお金による税金だったりっていうのを決めようとした、全国統一しようとしたっていうのを、まあ信長さんがやったっていうのはちょっとわからないんだけど、信長さんの時からやっていて、それを秀吉が受け継いで、信長さん時代からそういう考えがあったのだとしたら、やっぱり永楽通宝っていうのはお金による天下統一みたいな、貨幣の改革とか通貨の流通とか、そういうものでの天下のあり方みたいなのを考えていてやっていたっていう可能性も、まあ、なきにしもあらずっていう感じなんでね、ひょっとしたらすごく深い意味があったのかもしれません。そうか、今で言ったらビットコインに、ああそうかも、まだみんながピンと来てないけど、これで実は世の中変わる可能性大いにあるんだよみたいなのをみんなに知らしめるっていう役割があったのかもしれないよね。信長さんがね、死んじゃったんでちょっとわからないんですけれどもね。
どっちにしてもあんまりかっこよくはない。まあまあ、その、三成のさ、大一大万大吉も理想としてはかっこいいけど、まあ見た感じかっこよくはないんだよね。なんだかね。風林火山かっこいいな、やっぱり。風林火山わかりやすいし。そうね。信玄さんが今回最後にさ、また孫子の言葉で、勝者はまず勝ちて叱る後に戦いを挑む。敗者はまず戦いて叱る後に勝ちを求むっていうね。これあの孫子の言葉で、将兵はまず勝ちて叱る後に戦いを挑む。敗兵はまず戦いて叱る後に勝ちを求むっていう言葉があって。戦いっていうのはもう戦う前に勝負は決まってるんだ。すごくね、勝つ人間っていうのは、戦い上手な人間っていうのはもう全て戦う前にもう勝ちがね決まる、それだけの布石を敷いておいてから戦うから絶対負けないんだ。その戦下手な人たちは何も考えんと戦って勝負は時の運じゃとか言ってるから負けるんだよみたいな言葉なんですけど、信玄さんがね孫子好きっていうのもあるし、今回の戦い三方ヶ原を象徴してましたよね。家康さんたちはその場その場で一生懸命考えるんだけど、でもやっぱり先手で打っている布石がやっぱり信玄さんには遠く遠く及んでいなかった感っていうのが、あの最後のね信玄さんのセリフでも出ていたなっていうので、とにかく今回武田軍が怖かった。演出もさ、武田軍の進軍の時にスローとかをさ併用してさ、あれホラーの演出だよね、ほぼね。なんかもうむっちゃ怖いし、でおまけにさ最後こう信玄さんのかかれっていうね、あのわっぱよとかっていうあのアップの時に後ろであれトラ、なんか貝のトラだからトラの方向なのかな、なんかトラだかライオンだかのグワーっていうあの方向のさ BGM が流れて、それでねこうかかれだからもうむっちゃ怖くて、こんなん勝てるわけないよと思って、であの家康軍の惨敗シーンでしょ、当然って感じはすごくしましたよね。もう阿部寛さんと松潤っていう時点でも松潤負けてるもん。まあなんていうかこう当時おそらく武田信玄というのは最強って戦上手としてすごく知られてる人で、信玄の言うように情報で戦う前にいろんなこの調略して価値をもう固めた上で戦ってるっていうのもあるし、戦自体も武田軍っていうのが強かったから、そういう意味では戦国最強って言われてた武田軍に数も劣るし、家康さんがね勝てるわけはないんだよね。一生懸命勝とうとしましたけれども、まあ、負けたのは仕方ないよねっていうシーンではあるので、もうだからもうものすごく対照的でしたよね。恐ろしく強そうな武田信玄と、頑張ってるけどすごく頑張って頑張って今回はねやったけどやっぱまだまだだなみたいな家康さんっていう感じがね、この戦いに現れてましたよね。だから演出としてはすっごくうまい三方ヶ原の戦いでしたよね。でおまけに今回のタイトルがさ三方ヶ原合戦で、次が何、新三方ヶ原合戦っていうさ、新ゴジラとか新ウルトラマンをやるんでしょうか。なんかこうそういうノリで新シリーズみたいな感じで三方ヶ原が来週行われるんでしょうかね。どうなんだろう。やっぱり双子の家康さんが出てくるんです。新シリーズなんだ。